氷河湖とは氷河の作用によって形成された湖である。競技の氷河湖は有事国に水が溜まったものであるが氷河が交代して残ったモレーンに囲まれた窪地に水が溜まることにより形成されたものや氷河そのものにせき止められてできたものなども抗議の氷河湖に含まれる。貯水量が一定以上になると火山活動の影響を受ける等の原因で天然ダム部分が決壊し、 氷河湖決壊洪水や土石流を引き起こし、下流域に大きな被害をもたらすことがある。ヒマラヤ山地では多くの氷河湖が形成され、地球温暖化の影響で夏に雪が降らず、雨が降ることにより、氷河が縮小し、氷河湖の貯水量が増える傾向があると指摘されており、その危険性が指摘されている。 東ネパールのイムジャ氷河のイムジャ湖は最も結界の危険性が大きい湖として警戒されている。日本には有事国に淡水が入り込んでできた競技の氷河湖の例はないによってせき止められた湖としてはトヨニ湖があるがヨーロッパやアメリカ大陸などには氷河湖が多く存在し代表的なものにボーデン湖などがある。アメリカ大陸の古代湖もすべて氷河湖である。 ありがとうございます。